さあ、コクワガタ VS クラウゼ、ひょうたんクワガタ、クラウゼ、ツノひょうたんクワガタです。さあ、初登場です。さあ、早くも捕まえております。足を取っているのがクラウゼ、ツノひょうたんクワガタ。こちら、肉食のクワガタです。さあ、肉食クワガタ、クラウゼ、コクワガタの足を取って押していきます。さあ、推進力はかなり余す。体長はコクワガタの方が大きいのですが、しかし、押していくのはクラウゼか。しかし、後ろに回っているコクワガタ、なんとか力を逃がしている形か。おっと、さあ、パワーではコクワガタなのでしょうか。クラウゼは足が短いですから踏ん張りがうまく効かないのか。今少し持ち上がったような感じがします、腕の力で。さあ、しかし押していくのはクラウゼ、ツノひょうたんクワガタ。押していきます、クラウゼ、ツノひょうたんクワガタが足を取ったまんまで押していきます。さあ、早回しです。クラウゼが押したまんまでコクワガタはぐる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 回っていくような感じになりました。さあ、これはコクワガタはどうするんでしょうか。顎ではなかなか挟めない位置にクラウゼがいるような感じがします。さあ、なんとか離して離してといったところでしょうか。足でクラウゼを押して、おっと、さあ、ひっくり返ったか。背がついてしまうか、背がついてしまうか。さあ、どうか、戻ってくるか、どうでしょう。なんとか背中がつくのは回避した、回避した。コクワガタが戻ってきた。コクワガタがなんとかリングに復帰しまして、ダウンとはなりませんでした、クラウゼ。さあ、今度は逆にクラウゼがひっくり返る状態。さあ、コクワガタが歩いていきます。リングの端っこの方に歩いていって、さあ、なんとこれは噛みついたまんま前足でそのまま押し出した。コクワガタ押し出しました。ブッダ VS パプア金色クワガタ、久々の対決。さあ、パプア金色が挟んだままブッダがしかし持ち上げている。挟んだまんまでブッダが持ち上げております。さあ、ブッダはここから、顎を外した、外した。外して、少し距離を取って挟みたいところ。しかし、まとわりついてくるパプア金色クワガタ。さあ、どうするか。ブッダは、そのまま挟むのか。そのまま挟むかどうか。そして、パプア金色はここからどうするか。押してはいるが、顎は挟めていないぞ。さあ、ブッダが、おっと、体勢、そのまま挟んで、そのまま挟んで一気に下に、下に持ち上げて投げましたが、なんとかパプア金色残った残った、パプア金色残りました。さあ、土俵際で、かろうじて粘っているが、どうでしょうか。さあ、おっと、リングの下に入ってしまいました、パプア金色クワガタ。さあ、しかし、ブッダの小切りクワガタ、攻撃をやめません。ブッダの小切りが攻撃をやめない。さあ、パプア金色はどうか、戻ってくれるか。さあ、ブッダが、どうだ、どうだ、おーっと、捕まえた、捕まえた、ブッダが捕まえて持ち上げた、パプア金色クワガタ、リングアウト。さあ、ブルマイスター VS ブッダ、こちらも久々です。さあ、ブッダが、そのリーチを生かして攻めていこうというところでしょうか。さあ、どうか、しかし、ブルマイスターかわした、ブルマイスターかわしまして、どうでしょう。さあ、おっと、回り込むか、ブルマイスター、回り込んでいく、回り込んでいく。さあ、ブッダが挟もうとしますが、それに反応して回り込んでいきます。さあ、ブルマイスター、やっとやる気が出てきたんでしょうか。おっと、さあ、一気に、のしかかっていくが、お、ちょっと動きが怪しいぞ。ブルマイスター、どういう動きなんでしょうか。これは、変なのしかかり方をしておりますが。さあ、どうか。ブルマイスター、おっと、ブルマイスター、お尻の先っぽが出ている。これは、ブルマイスター、発情しております。ブルマイスター、発情だ。相撲の試合で夜の異種格闘技といったところ、ブルマイスター、これはいけません。失格。トーナメント決勝のリベンジだ。ビソンバーサス、中国しか、さあ、中国しか一気に押されていく。ビソンが今度こそ勝つか。いや、しかし、外して組んで持ち上げた。中国しか、やっぱり強い。やっぱり強かった。中国しか、クワガタ完全勝利。カンボジアドルクスバーサスビソン。さあ、今回はどうでしょうか。前回はビソンが勝ちました。さあ、ビソン顎を大きく広げて牽制しております。さあ、どうだ、おっと、しかし隙をついて一気に上を取ったのはカンボジアドルクス。しかし持ち上げに行くビソンの小切りクワガタ。さあ、ビソンが長い顎を駆使して持ち上げるか。しかし、さあ、重心が安定したか。カンボジアドルクス一気に持ち上げて投げた。カンボジアドルクスリベンジ成功、大勝利。アクベシアヌス VS カンボジアドルクス、トーナメントは2回戦敗退同士。さあ、アクベシアヌスが組みついていくか。さあ、カンボジアドルクスが下から組みついた。さあ、事実上の3位決定戦。カンボジアドルクスが下から一気に持ち上げた。さあ、勝ち上げてきましたカンボジアドルクス。さあ、アクベシアヌスの方はノコノコトンコトンコリングの端っこに行って、さあ、帰ってきました。 U ターン。カンボジアドルクスはどう迎え撃つんでしょうか。アクベシアヌス、そして戦意はそもそも残っているのか。
さあ、どうでしょう。戻ってきて、近寄ってきました。戦意があるんでしょうか。どうでしょうか。おっと、これは戦意がやっぱりなかった。カンボジアドルクス、完勝です。まずはアスタコイです。対ニグリッツ。さあ、前回負けてしまったニグリッツがまた持ち上がったぞ。また負けるのか。しかし、なんとか戻ってきました。さあ、アスタコイです。小さいのになかなかガッツがあります。さあ、ニグリッツなんとか戻ってきて、こっからどうするか。さあ、持ち上げた。さすがに二度も負けるわけにはいかなかった。ニグリッツ、意地の勝利。リノキュロス、バーサス、セレベス。リノキュロスが下に入った。逃げたペロッティ対国産オークワです。さあ、上から挟んでいったペロッティ。ペロッティが国産オークワ上から挟んでどうでしょう。持ち上げるかどうか。持ち上げた。どうだ。おっと、残りました。さあ、残って仕切り直し。さあ、また上から挟んで持ち上げた。さあ、今度は完全にホールドしております。ペロッティ。さあ、国産オークワ方は戻れない。これはペロッティ完勝です。ウォレス対リノキュロスです。さあ、どうでしょうか。上から挟んでいったのはリノキュロス。下から押していこうというのはウォレスの小切りクワガタです。さあ、これは両者ともに得意な形についた感じでしょうかね。さあ、しかし、パワー自慢のウォレスが、リノキュロスを下から攻め上げようという、締め上げようというところです。さあ、リノキュロス二股クワガタは、どうでしょう。パワーに押されてうまく挟めていませんね。さあ、これはウォレスの小切りクワガタかなり優勢かもしれません。ウォレスの小切りクワガタが優勢です。さあ、リノキュロスなんとか挟み返してはいますが、しかしパワーが足りません。さあ、押していくウォレスのこぎりクワガタ。ウォレスが一気に押していく。リノキュロスは苦しいです。さあ、リノキュロスかなり苦しいですね。さあ、ウォレスが今回は優勢に試合を進めていくのか。ウォレスが押していきます。ちょっと早回ししましょう。さあ、ぐいぐい押していくウォレスの小切クワガタが、さあ、ちょっと地道に押していきますが、さあ、おっと、ついに土俵際まで、来ました、土俵際まで来ました。一気に持ち上げていくウォレスの小切クワガタ。そして顎が外れた、完全に顎が外れました、リノキュロス。さあ、ウォレス、首締めのような状態で、リノキュロスを押していきます。さあ、しかし、リノキュロスが、さあ、魂の粘りか、リノキュロスが粘っております。さあ、すごく粘っています。こんなに寄り切られても粘っていますね。さあ、リノキュロス、どうでしょう、これは。ここから逆転の目があって粘っているんでしょうか。ウォレスが、今のところ優勢で、ちょっとこれは逆転のしようがないように見えますが、どうなんでしょう、リノキュロス。しかし、リノキュロスはね、粘ってから、形勢が逆転することが多いですから。さあ、どうだ。おっと、組み直した。リノキュロス、組み直しましたが、持ち上げられた。やはりダメだった。リノキュロス、前足を抑えられて、持ち上げられてしまいました。ウォレスが今回は強かったです。やっぱ下から行くのには定評があります。ウォレスの小切クワガタ。さすがの完勝。リノキュロスを倒して気合が乗りました。ウォレス対するはチャンピオンペロッティが迎え撃ちます。さあ、ペロッティがおっと、さあ一気に寄っていってインファイト。さあ、そして四つ組から一気に体の芯を捉えて持ち上げたペロッティしかクワガタ。さあ、ウォレス何もできませんでした。やっぱり強かったペロッティ。セレベス対沖縄平田です。さあ、上から挟んでいったのはセレベス、下から潜っていったのが沖縄平田です。さあ、セレベス対沖縄平田、日本対海外の平田対決。沖縄平田の方が下から押していきます。セレベスは上から抑え込む形です。沖縄平田クワガタが押していくのか。さあ、セレベス下がって今度は下に入った。さあ、形勢逆転、下に入ったのがセレベス、上から抑えていくのは沖縄平田。さあ、しかしセレベスが、おっと、これは外して、その衝撃でしょうか、戦意喪失です沖縄平田。そしてもっと吹き飛ばしました。逃げている沖縄平田を凶暴です。セレベス。ペロッティバーサスメンガタだが、早くも捕まえたのはペロッティが一気に持ち上げた。さあ、メンガタクワガタはどうするのか、このまま負けるのか。さあ、これは諦めたか。足を全くバタバタもさせません。もうこれは諦めたか。ペロッティが圧勝だ。今度は兜に挑戦だ。ペロッティしかクワガタ。対するはモーレンカンプがさ、すごい勢いで、ビンタであります。さあ、しかしペロッティも威嚇で、意に返さない様子。さあ、ここから、この、パワータイプのモーレンカンプに対してペロッティはどのような戦いをしていくんでしょうか。おっと、捕まえたペロッティが捕まえて、さあ、一気に押していくのか、ペロッティしかクワガタが。
さあ、このモーレンカンプのパワーを全く問題にせず押していく。さあ、下に入った。ペロッティが下に入って押していくのか。しかし、モーレンカンプも粘っている。ここは一旦外れましたが、さあ、再びペロッティが深く入っていこうというところ。さあ、これはなんか変な掴み方をしております。さあ、角をですね、今、胸郭の方を掴んでいましたが、さあ、今度はまた頭に変えて、切り替えて、一気に押していく、ペロッティ四角クワガタ。顎が曲がっているため、このように上から挟んでも、下から捉えているのと同じ形になっております。さあ、モーレンカンプは苦しい。一気に土俵際まで、ペロッティが追い込んでいって持ち上げた。持ち上げましたが、なんとか長い足で粘るのはモーレンカンプだが、再び持ち上げる。さあ、どうだ、三度持ち上げるか、ペロッティ。さあ、足の長さにも限界があるぞ、モーレンカンプ。ペロッティがぐいぐいぐいと締め上げながら、持ち上げながら攻めていく。モーレンカンプは苦しいか、モーレンカンプは後がないか。さあ、ペロッティが常にペースを握っております。やはりここはさすがチャンピオンといったところ、ペロッティであります。さあ、ペロッティが一気に押していくか。ペロッティが、どうだ、これはリングの外に出ているのか、まだ少し粘っている感じはありますが、さあ、どうだ、ペロッティしかクワガタ。さあ、なんとか粘るモーレンカンプを、どうでしょう、おっと、ちょっと裏の方に行っておりますが、どうでしょうか。おっと、さあ、腹を掴んで持ち上げた、ペロッティしかクワガタ、勝ちました。セレベス対ホペイ。さあ、上から挟んでいったセレベス、そして下から迎え撃つホペイが押していく。ホペイが押していって、セレベスはちょっとずるずると交代していきます。ホペイが持ち上げた。どうだ、戻ってきたか、セレベス。さあ、これはどうでしょうか。足が丸まってて、これ捕まっているのか、それとも、硬直しているのか、どうでしょうか。さあ、ちょっと横から見ます。後ろ来てなくてすいません。さあ、これは捕まれていません。これは捕まれていない。ホペイが持ち上げています。さあ、セレベスは硬直状態です。さあ、ホペイ大クワガタ。セレベス相手に大金星です。セレベスに対してホペイ大クワガタが勝ちました。セレベス対沖縄平田です。さあ、上から挟んでいったのはセレベス、下から潜っていったのが沖縄平田です。さあ、セレベス対沖縄平田、日本対海外の平田対決。沖縄平田の方が下から押していきます。セレベスは上から抑え込む形です。沖縄平田クワガタが押していくのか。さあ、セレベス下がって、今度は下に入った。さあ、形勢逆転、下に入ったのがセレベス、上から抑えていくのは沖縄平田。さあ、しかし、セレベスが、おっと、これは外して、その衝撃でしょうか。繊維喪失です、沖縄平田。そして、おっと、吹き飛ばしました。逃げている沖縄平田を、凶暴です、セレベス。ムニスゼッチ対リノキロス、持ち上げた、投げた、終わった、リノキロス勝ちました。ペロッティ対リノキロスです。リノキロス、前回はちょっと見せ場がありました。さあ、今回もどうでしょうか。さあ、しかし、斜めから組んでいくペロッティが一気に曲がった大顎を生かして、リノキロスを押していきます。リノキロス持ち上がった。持ち上げられました。そしてどうでしょうか。ペロッティ投げた。が、着地。さあ、リノキロス出ました。謎のこのバランス感覚です。着地しました。さあ、どうでしょうか。ペロッティはしかし、横から今度こそという感じで、上から挟んで持ち上げた。これはどうしようもない。リノキロス投げられてしまいました。サヌチ対ウォレスです。さあ、上からサヌチが挟んでいきました。そしてウォレスは下からという構え。さあ、ウォレスこの辺は下から行くのはうまいが、おっと、しかし、サヌチ二股クワガタが、さあ、ウォレスを、体をねじ曲げて一気に、ねじりながら全身持ち上げるかどうか。さあ、どうでしょう。しかし、なんとか粘っています。ウォレスの小切りクワガタ。さあ、足四本しかありませんが、粘っております。ここはどうでしょう。一回外れますかね。サヌチ二股クワガタがロックしていましたが、それが少し緩んだ形となりました。さあ、ここからどうなるか。ウォレスはここからどうやって巻き返しを図るか。サヌチはそしてここからどうやって決め手を作るか。さあ、どうでしょう。さあ、今度は捉えているのはわずかにウォレスか。サヌチはちょっと捉えきれていない。ウォレスが捉えて、下から、勝ち上げながら一気に押していきます。ウォレスが押していく。さあ、サヌチ持ち上がった。サヌチが、持ち上がって、これは万事休すか。
ウォレスノコギリクワガタ強い。サヌチプタマタクワガタ完全にチューブラリンです。ウォレスノコギリクワガタ完勝。国産オークワ対ホペイオークワです。さあ上から挟んだのは国産オークワ。さあホペイオークワが下に入りました。オークワガタはこれ下に入った方が強いと言われています。さあホペイが下から押していくのか。しかし上から持ちこたえるのは国産オークワガタ。さあホペイはどうか。下から押していくのか。押していった。持ち上げた。投げた。ホペイが今回は勝ちました。国産平田 VS ホペイ。さあどうでしょうか。四つに組んでいく平田クワガタ。そしておっと下に入ったのはホペイオークワガタだ。さあホペイオークワガタがぐいぐい下に入って、ホペイオークワガタのお箱さなんとか、しかし組み替えてちょっと浅めに組みました。国産平田、しかし押していくのはホペイオークワガタ。ホペイオークワガタが押していく。ホペイだホペイだ。ホペイが押していく。なんとか外れました。ここは一旦ブレイク。さあどうでしょう。今度は再び四つに組もうというところ。国産平田クワガタか。国産平田がどうでしょう。一気に押していくか。押して四つに組んで弾いた。国産平田弾きました。ホペイリングアウト。カマリネス VS スマトラ。さあリベンジなるか。スマトラを拾った。しかし四つに組んでカマリネスが一気に持ち上げていく。投げた。吹っ飛ばした。カマリネス強い。グランディス VS リノケロス。さあ下に入っていくのはグランディス。しかしどうだ。四つに組むか。さあリノケロスが上から攻めていく。下から挟んだグランディスの隙をついて一気に下に入って持ち上げた。リノケロス投げた。リノケロス勝利。セアカ VS カマリネス。さあセアカが上を取ろうとするが、しかし下に入ったのはカマリネスが一気に下から攻めていく。ここは一旦ブレイクです。さあ再び組み直しまして、さあ今度は上からカマリネスが挟んでいく。セアカは顎が曲がっているから下からでは何にもできない。下からでは何にもできない。下からでは何にもできない。カマリネスが一気に上から挟んで締め上げる締め上げる。セアカはどうしようもない。セアカはどうしようもないのか。おっと外れたが正義喪失だ。セアカ芝ツヤクワガタ VS スマトラオヒラタ。さあ芝が横に回って横に回って、さあ力を脱がしながら攻撃していくが、さあ捕まった捕まった。おっとすごい音と共に落下。スマトラオヒラタクワガタドルクスの威厳を見せました。芝ツヤクワガタ VS カリマンタンオヒラタクワガタ。さあ芝ツヤクワガタ上から攻めていくのか。さあしかし四つに組んだカリマンタンが一気に、さあおっと一回転して投げて、おっとことこ戦意喪失。シバツヤクワガタ VS ギラファのコギリクワガタ。さあシバツヤクワガタが上からまずは挟んでいった。さあしかしギラファ接近、ギラファ接近。さあ下からギラファがリーチを生かしてシバツヤクワガタをなんとか捕まえようというところ。さあシバも潜り込んできた、潜り込んできた。持ち上げた持ち上げたが、さあどうだ。ギラファのコギリクワガタが足を取った足を取った。さあそのリーチを生かして足を取って一気に押し切ろうというところ。ギラファのコギリクワガタが、おっとどうだ、残った残った。シバが残った、シバが残ってどうでしょう。さあ横から攻めていくのか、横から攻めていくのか。さあどうだ、一気に下に潜っていく。突き飛ばした。シバツヤクワガタスペクタビリスの仇打ちでしょうか。ヤクワガタの同胞の仇を打ちました。シバツヤクワガタです。さあシバツヤクワガタ VS セアカ二股クワガタ。さあセアカは上から攻めていくが、しかし四つに組んだ、四つに組んだらどうでしょう。パワークラブです。さあシバがどうでしょう。なんか小刻みに挟んでダメージを与えに行ってるんでしょうか。これは効いたのか。さあそしてセヤカが横についた、横についたが外れて、おっと戦意喪失。セヤカ二股クワガタ、シバツヤクワガタ、セヤカの攻めに動じず粘り勝ちです。シバツヤクワガタ。セヤカバーサスクベラ。さあ一気にクベラが下に入っていく。しかしそれを受け止めたセヤカ二股クワガタ、受け止めていますがどうでしょうか。この推進力は止められない。クベラツヤクワガタが一気に押していく。土俵際まで追い込んだクベラツヤクワガタ、怒涛の押し込み。セヤカ二股クワガタもう後がありません。さあクベラさらに押していきます。さあそして今度、おっとこれは顎が外れてしまったセヤカ二股クワガタ。クベラツヤクワガタ、おっとしかし外れました外れました外れました。さあセヤカここは一旦外れて、さあおっとこれは戦意喪失してるんですか。しかし近づいていってしまった。さあまた捕まった、また捕まった、また捕まって持ち上げた。超電導スープレックス炸裂。スクベラツヤクワガタ最後は豪快な投げで決めました。カリマンタンバーサスセヤカです。さあセヤカ横を向いています。さあ上から挟んでいくが反応が遅い。カマリネスが一気に、あカリマンタンです、失礼しました。カリマンタンが足を取って持ち上げて投げました。さあ言い間違えているうちに試合が終わってしまいましたが、勝ったのはカリマンタンです。津島対カリマンタンです。津島対カリマンタンです。さあ津島はどうでしょうか。カリマンタンが下から一気に、さあ斜めから組んでどうだ。おっとそのまま転落。津島平田クワガタ。さあカリマンタン強いです。カリマンタンバーサスクベラです。さあクベラが斜めに組んでいくが、しかしカリマンタンが一気に押していく。パワー自慢、力自慢のカリマンタンです。さあカリマンタンが押し込んでいって、クベラツヤクワガタは足を取られているか、足の根元を抑えられているか、足が
万歳状態になっております。さあクベラツヤクワガタ、これは苦しいか。パワー勝負ではやはりカリマンタンにはかないませんから、さあなんとか斜めから組みたいですが、しかしカリマンタンが抑えたまんまで押していく。持ち上げるか、持ち上がった、投げた。カリマンタン絶好調です。この安定感、グランディス同士の対決です。今さあ突っ込んでいって、どうでしょう。さあ挟んでいます。あ、挟んだ方が、インドのグランディス、そして対する今挟まれている方が、ラオスですかねの原名亜種のグランディスです。グランディス対グランディスモリアイの一戦です。さあグランディスモリアイの方が今、グランディスを締め上げるような形となっております。さあ外れまして、さあ今回はちょっと違うリングですね。平面のリングで戦っております。さあ正面から組み合って、さあモリアイが今度は投げられていく。原名亜種の方が今投げましたが、しかしモリアイ残りました。インドグランディス、さあ正面向き直って、ここからどうでしょう。間合いを見ているんでしょうか両者。さあ攻めていく原名グランディス、押されるインドグランディス。さあ原名グランディスがぐいぐい攻めていきます。さあなんとか抵抗しようというインドグランディスが回り込んだ。インドグランディスが回り込んで、さあ捕まえたか、横に回り込んで一気にさあ突き飛ばしていく。さらに畳みかけるインドグランディス、どうだ。両者落ちましたが、先に押し出していたのはインドグランディスでありましょうか。インドグランディスの勝利といたしましょう。今回はアトラス対グランディスです。さあ早くも捕まえたのはグランディス、アトラスを抑え込んでおります。さあグランディスがアトラスを一気に持ち上げていくか。持ち上がった、アトラス持ち上がりました。さあしかしアトラスなんとか長い足を駆使して戻ってきました。さあここは一旦離れまして、さあグランディスがなおも攻めていく。おっと、しかし横についたのはアトラスオオカブト、横について、さあついていく。さあアトラスが横からグランディスを捕まえた、グランディスを捕まえて一気に押していく。おっと、両者落ちた。さっきね、スマトラバーサスマンディブラリス。さあマンディブラリス顎を大きく広げていく、このポーズ。さあ四つに組んだが斜めになってしまったマンディブラリス、スマトラの方が今優勢、体が水平になっております。さあスマトラがその持ち前の力で押していく。さあマンディはこれ足も取られていく、なんとか外して押していくのか。いやしかしまた斜めになってしまったマンディブラリス、パワーが足りてないか。さあスマトラが持ち上げた、投げた。スマトラ強い。クベラ VS マンディブラリスです。さあ、マンディブラリスが上から挟んでいくか。クベラ諦めずに前に出る。さあ、マンディブラリスまた挟んでどうでしょうか。おっと、後ろに下がっていくのか、クベラ。マンディは逃がさないが投げた。クベラツヤクワガタ、土俵際で一気に投げました。超電動スープレックス、またまた炸裂。帝王平田 VS 津島平田です。さあ、帝王は前に出ていくのか、津島は待ち構える形です。さあ、四つに組んで、おっと、足を取りながら、さあ、津島が一気に持ち上げていくのか。おっと、帝王戦意喪失。津島平田クワガタ勝利。アルキデス VS セレベスです。さあ、セレベスが上から挟んでいく。アルキデスは下からの構え、持ち上げたのはアルキデスが持ち上げました。さあ、セレベスは死にたいでしょうか。全く、ちょっと硬直してしまいました。さあ、アルキデスが持ち上げて、どうだ、このパワーと言わんばかりの、さあ、見せびらかすように持ち上げております。これはアルキデス完勝です。クベラ VS スティーブンス、ツヤクワガタ対決。さあ、今回も超スピードです。クベラが攻めていくか。おっと、しかし、さあ、回しました、スティーブンス。どうだ、おっと、実況が追いつきません。さあ、しかし、押し出していたのは、クベラツヤクワガタ。セアカ対スティーブンスです。さあ、セアカが、上から挟んで持ち上げていくのか。さあ、スティーブンスは、なんとか持ちこたえたようですが。さあ、押していくのはセアカです。セアカが押していきます。おっと、スティーブンス、ちょっと画角外に。おっと、さあ、どうでしょうか。持ち上げた、投げた。さあ、押し出しました。セアカ二股クワガタ、画角外で押し出しました。セアカ対帝王だが持ち上げた、セアカ二股クワガタが投げました。さあ、一回戦、第一試合、リノキロス対スティーブンス。さあ、頭を掴んだのはリノキロス。さあ、ひねってこっから持ち上げに行くか。いや、しかし、スティーブンスが下から押していく。一気に、さあ、土俵際に追い詰めた。外して、四つに組んで持ち上げた、リノキロス。さあ一瞬の隙をついてスティーブンスを投げ飛ばしました。
カリマンタン対アトラスです。さあ、アトラスがどうか。おっと、さあ、カリマンタンが頭を掴んで、おっと、これに繊維喪失か。アトラスオオカブト繊維喪失。カリマンタンの一撃必殺超パワーの噛みつきでした。カリマンタンバーサスコーカサス。さあ、カリマンタンが一気に入って持ち上げた。カリマンタンが持ち上げております。さあ、コーカサスはどうか。さあ、かなりの巨体ですが、しかし、持ち上げているのは、カリマンタンです。カリマンタン、ここはやはりパワーには自信がある。一気に締め上げて、持ち上げております。コーカサス、これはバンジキュースか。カリマンタンが、パワー勝負を制しました。クベラ対リノキロスです。さあ、四つに組みました。四つに組んで、押していくのはリノキロスか。リノキロスが、重心をやや低めにしております。リノキロスが押していきます。さあ、クベラもなんとか粘りました。さあ、しかしリノキロスがやはり押していくのか。少し足も絡んでるんでしょうか。さあ、リノキロスが押していって、クベラの首が曲がっております。さあ、どうでしょう。クベラ、ここから巻き返しはあるのか。リノキロスが押していって持ち上げた。リノキロス持ち上げました。そして、そのままどうだどうだ残るか。クベラ投げました。リノキロス投げました。フォルスター対スティーブンス。さあ、掴んだのはフォルスターが、ぐいぐい頭を掴んだまま、持ったまんまで押していく。さあ、スティーブンスは何もできないのか、一気に押していく。持ち上げた、投げた。フォルスター、完封勝利だ。グランディス、バーサス、アルケス。さあ、グランディスが深く入っていく、深く入っていく。アルケスはそれをかわして、かわしてといった形。リーチをうまく活かして、距離を取っていきたいところ。さあ、おっと、一回外れました。さあ、グランディスがじりじりと下に入っていって、攻めに行くか、攻めに行くか。さあ、攻めに行く。おっと！なんとあっけなく落ちてしまいました。アルケス、勝ったのはグランディス。さあ、続いては、グランディス VS スペクタビリスです。さあ、スペクタビリスが横から攻めていきますが、しかし、グランディス捕まえた、捕まえた。グランディスが下から潜って捕まえました。さあ、そして、おっと、何か白いものが見えております。何か白いものが、スペクタビリスの、体の節のところから見えております。筋肉か何かでしょうか。さあ、グランディスが、その体の節のところに突き刺して、スペクタビリスはどうでしょう。これは危ないのかどうか。さあ、スペクタビリス何か見えております。体の組織のようなものが見えております。さあ、スペクタビリスはちょっとどうしようもないのか、これは。さあ、おっと、持ち上がった。なんとか戻ってきてはいますが、しかし、これは少し危険か。これは危険か。完全にグランディスの、大顎が刺さっている、刺さっている、刺さっている。これは危険。これは危ない。ドクターストップ、グランディスの KO 勝ち。ルソン・アトラス VS スティーブンスですが、さあ、締め上げていくのはルソン・アトラス。スティーブンスは、深く挟もうとしていますが、しかし、アトラスに捕まってしまいました。三本角に捕まってしまった。さあ、なんとか横につけようというところだが、しかし、さあ、締め上げる、締め上げる。アトラス・オオカブトが一気に下から突き上げていく。スティーブンスは完全に捕まってしまったかどうか。おっと、繊維喪失だ。スティーブンス繊維喪失。アトラス貫禄の勝利です。スペクタビリスバーサスリノキロスです。先手を取るのはどちらか。リノキロスか。リノキロスがじりじりと近寄っていく。じりじり近寄っていくが、おっとさあ、カウンターで挟み返したスペクタビリスが刀順をうまいこと抑えていますが、さあ、しかし、それを外してリノキロス下から上から、さあ、波状攻撃であります。しかし、なんとかスペクタビリスも、下から勝ち上げるようにして、リノキロスを抑えに行きますが、おっと、四つに組んで、四つに組んで足を抑えてるのか、リノキロスが足を抑えて一気に押していくか、持ち上げるか、持ち上げるか。さあ、スペクタビリスはなんとか残っていますが、リノキロスが四つに挟んでスペクタビリスを締め上げるような形になっております。さあ、顎が曲がっていますから、体をしっかり捉えているか、捉えているかどうか、持ち上げた、持ち上げた、落とした、リノキロスです。勝ちました、リノキロス。インドの対決、カリマンタン VS スマトラです。さあ、四つに組みました。四つに組んで、さあ、どうでしょう。これは今、互角でしょうか。さあ、スマトラが剥がしにかかるか、スマトラが剥がしにかかるか。さあ、下に潜ろうとしたスマトラをかわして四つに組んだカリマンタンです。さあ、カリマンタンが今、下から、重心が下にあるのはカリマンタン。さあ、ここからどんな展開になるんでしょうか。どうだ、押し切るか。下に入って持ち上げた。カリマンタンが持ち上げました。スマトラを持ち上げています。カリマンタン。今回勝ったのはカリマンタンです。ミヤマクワガタ VS リノキロス二股クワガタ。リノキロス挟む。リノキロスまた挟む。また挟む。連続攻撃。連続攻撃です。おっと、ミヤマクワガタ。これに繊維喪失。リノキロス勝ちました。
リノケロス VS マンディブラリス、二股界大きさトップ2の争いです。さあ、マンディブラリスは前回負けていますから、ここは、勝って、五分にまで持っていきたいところ、対する、リノケロスでありますが、さあ、足を取っているのはマンディブラリスです。マンディブラリスが、長い大顎で、リノケロスよりリーチはありますから、取っていましたが、しかしここは一旦外れた。一旦外して、さあ、インファイトで攻めていくのはリノケロスです。マンディは、インファイトになると、顎を伸ばしてといったところ、足を取るのはマンディの方がうまいか。マンディが足を取っております。さあ、しかし、リノキュロスがパワーで押していくか。パワーではリノキュロスがやや上でしょうか。さあ、再び組み合って、四つに組んで、どうなるか。マンディが少し押していくか。いや、リノキュロスも押し返す。現在、ほぼ互角です。さあ、回って、どうでしょう。どちらかが回り込むか。マンディが押していくか。マンディが押していくか。さあ、しかし、リノキュロスが組み直して、マンディ持ち上げたが、横についた。リノキュロス横についた。回り込んで、さあ、一気に押していくか。リノキュロスが回り込んだ、回り込んだ、回り込んだ。さあ、組み直して正面から組んだが持ち上げた、リノキュロス。やっぱり強かった。リノキュロスが勝った。ギラファ対セアカリマッチです。さあ、ギラファ前回は負けました。今回は勝てるか。対するセアカ、一回勝った相手に負けるわけにはいきません。さあ、セアカがまたインファイトで攻めていきます。セアカ、これは得意技。ギラファの方は少し望まない展開となってきましたでしょうか。さあ、セアカがまたしてもインファイトでグイ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 をしていきます。さあ、前回の再現となってしまうんでしょうか。それともギラファはここから何か手があるのか。さあ、セアカが四つに組んで押していくか。押していくのはやっぱりセアカ二股クワガタです。さあ、おっと、今回は足を取って押していく形、セアカ二股クワガタ。さあ、ギラファの方は、ここからどうするか。リーチを持て余してますが、おっと！さあ、ギラファのコギリクワガタ、ここで奥の手を使いました。顎の奥にある、これ、内歯というトゲトゲがあるんですが、この一番奥にある大きな内歯を使って、今、セアカ二股の顎に攻撃しております。さあ、これは当たりどころが悪いと、顎や角が折れてしまう、相手の顎や角が折れてしまうという、そのような非常に危険な部分となっております。さあ、セアカ二股クワガタは、どうでしょう、ダメージを負ったのか、ちょっと穴が開いているようにも見えますが、どうでしょうか。さあ、ギラファのコギリコガタ、ここで奥の手、危険技を使ってまいりました。奥にある内視での攻撃です。さあ、セアカはちょっと、たじろいでいるんでしょうか、攻め手が緩みました。さあ、しかし、やはり攻めて、おっと、しかしまたギラファが、さあ、締め上げていく、ギラファが締めていく。さあ、内視を使ってガリガリ締めていく。おっと、セアカ二股クワガタ、怒った、セアカ怒りました。さあ、セアカも、やり返してやるというところ、しかし、捕まえているのはギラファか。おっと、外れた、ギラファに対してセアカが、さあ、足を取って、押していくというところです。怪我はしても負けないぞ。そんなところでしょうか。セアカ二股クワガタが押していきます。さあ、ギラファはしかし、もっとまた、内視で捕まえたか。ギラファを押されながらも内視で反撃。そして、おっと、持ち上げた。さあ、力任せ、強引に内視で掴みながらの持ち上げです。さあ、これはセアカ二股クワガタ、かなり危険な状態です。さあ、大丈夫か、セアカ。ギラファが内視でセアカを捕まえたまんま持ち上げております。さあ、これは危険です。セアカ二股クワガタ、なんとか脱出したいところですが、しかし、ギラファが、これ完全に刺さってるんでしょうか、顎に内視が。全くセアカ二股クワガタ、身動きが取れません。逃げることができない。さあ、ギラファが、この内視で一瞬で形勢逆転といったところでしょうか。ギラファのコギリクワガタが、セアカを完全に捉えております。セアカは万事休すか。もうなすすべないのか、諦めたのか、どうでしょうか。セアカは、おっと、これは完全に持ち上がった。セアカ二股クワガタ、ちょっとこれは危ない状態となってまいりました。足もほぼ全部外れております。これはギラファのコギリクワガタが、セアカの顎に大穴を開けての KO 勝ち。ギラファが危険技を使って、セアカにリベンジです。セレベス VS カマリネスです。さあ、前回はカマリネスが勝ちました。今回はどうか。さあ、やはり攻めていくのはカマリネスの方だ。右がカマリネス、左がセレベスです。さあ、カマリネスが重心を低くして、セレベスを挟んで四つに組んで、
そして今足を取ろうというところでしょうか。締め上げていきます。さあしかしセレベスも体勢を立て直してカマリネスを崩しに行こうという形であります。さあセレベスが力を入れて腰を入れて、セレベスをひねっていきます。カマリネスです。さあセレベスはこれをなんとかこらえて巻き返しを図ろうといったところでありましょうか。さあ少し止まってここからどう動くんでしょうか。どのような展開になるのか。ペースを握っているのはセレベスではなくカマリネスであるように見えます。さあセレベスの方はここからどうでしょうか。両者力の入れ具合というか力を入れるタイミングを見計らっているのでしょうか。さあちょっと角度を変えよう。おっとさあ試合が動きました。カマリネスがやはりここは攻めていくか。カマリネスが一気にセレベスを崩しにかかっております。さあ下に入りました。下に入ったのはカマリネス。セレベス上から挟む形、持ち上がった。さあこれは持ち上がりました。セレベスがカマリネスの上を挟んだところをカマリネスが突き上げるような形。これは完全に戻ってこれません。リングに戻ってこれません。セレベスバンジキュースです。これはカマリネスがうまかった。今回勝ったのはやっぱりカマリネスだ。